直通特急。直通特急とは、阪神電気鉄道、山陽電気鉄道、以下、本校では、山陽と称するが、大阪梅田駅山陽姫路駅間を、阪神本線、阪神神戸高速線、山陽電気鉄道本線経由で運行する、車種別の一つ。自家特と略されることもある。阪神本線、阪神神神戸高速線、山陽電鉄本線の三路線を、 直通運転し、この3路線の特急列車と同様、特別急行券なしで利用することが可能である。基本的には、大阪梅田駅山陽姫路駅の全区間を運転するが、早朝や深夜には、以下の通り一部区間のみを運転する列車も存在する。2016年3月19日大夜改正以降、現在は以下の区間運転が存在する。なお、 2016年のダイヤ改正以前では以下の運用があった。2016年3月19日のダイヤ改正以降の停車駅以下のうちの各駅は一部の列車が停車しの駅は臨時停車の場合あり。なお、阪神所有のすべての車両は急行系車両が東、須磨、須磨浦公園まで普通系車両が新海地、高速神戸まで運行されている。 なお、ダイヤが乱れた際には、3000系列が山陽線内に限って代走する場合があるが、その際は、東、二宮、や東スマにて、車両の交換を行う。6000系は、当初普通のみの運用であったが、直通特急運用にも対応しているため、2017年6月には、阪神乗務員のハンドル訓練を目的としてに、編成を並結し6両で、 梅田駅まで初めて乗り入れた。同年9月より6000系を使用した直通特急の運用が開始された。運行開始当初は乗務員室の車掌台側窓内に姫路ライナーまたは大阪ライナーの運行プレート現場部内ではライナー板と呼ぶを掲示していた。しかし2006年10月28日のダイヤ改正以降運行プレート 愛称表示は掲示されなくなっている。運行プレート、愛称表示は通常、姫路ライナーは、赤色地に、白鷺、姫路城の別名、白鷺城にちなむ、大阪ライナーは、青地に、水流、水と大阪にちなむのシルエットを、それぞれあしらったものであった。あるいは、阪神甲子園球場での阪神タイガースの、試合開催日。 オープン戦を含む阪神タイガース主催試合及び、それに準ずる、オールスターゲームクライマックスシリーズ、日本シーズ及びファン感謝デーには、姫路ライナー、大阪ライナーいずれも黄色地に、阪神タイガースのトラマークをあしらったデザインであった。例外として2003年9月16日から10月17日まで、姫路ライナー、大阪ライナーのプレートに変えて、 阪神タイガース優勝記念プレートが検出されていた他2005年3月23日から同年9月15日まで阪神の車両には開業100周年記念プレートが使用されていたまた同年の阪神タイガースの優勝により9月30日から10月21日まで優勝記念プレート阪神の全車両と3用からは優勝記念号として5000系5 50 1 0回編成に 取り付けられていた。現在は2007年以降の阪神甲子園球場での阪神タイガースの試合開催日は、阪神特急、臨時特急、臨時休校と共通のタイガースプレートが2013年からの全国高等学校野球選手権大会開催期間中は、高野球プレートが2014年からの選抜高等学校野球大会開催期間中は、 船スプレートが検出される。車席に関係なく、すべて高速神戸駅で交代する。高速神戸を境に、伊勢は山陽の乗務員が、伊藤は阪神の乗務員が、それぞれ担当する。神戸高速鉄道計画時に予定されていた、電鉄姫路、当時梅田間の直通運転は、山陽、阪神、 阪急電鉄の3社の車両規格や編成長の関係で実現しなかったとされる。1990年代の時点で車両規格としてはほぼ3社とも揃っていたが、本格的な運行に際しては1995年の阪神・淡路大震災後に西日本旅客鉄道 JR 西日本の JR 神戸線の復旧が他の私鉄各社に比べ流行ったことにより乗客が一掃したため、 その対策という側面がある。また、運行開始時に、神戸高速鉄道東西線に乗り入れている、阪急側が、神戸線での需要に応える形で、編成長を伸ばした。一方で、山陽と阪神の車両規格、編成長を揃え、運行間隔を対応させることが可能になり、実現した。山陽としては、JR 西日本が、JR 神戸線で運行している、新快速。 明石伊藤の快速との対抗策として、阪神としては成熟しきった沿線の外に活路を見出すべく、両者の利害が一致したことから、運転開始となり、神戸高速鉄道が当初企画した際の姿が実現した。ただ、直通特急が設定される以前から、山陽電鉄線の所要時間は JR に比較して、長かったことから、直通特急においても、 梅田山陽姫時間の所要時間は、標準停車駅タイプで、約92から95分、神戸三宮板宿間各駅停車型では、約100分と JR の新快速より35から40分も、長く、過去側で新快速を退避する、赤市伊勢各駅停車の快速と同等かそれ以上の所要時間を要する。この点では二千九年三月のダイヤ修正で、停車駅数が、 運行開始当初の16駅、最速所要時間は87分から20から29駅へと増加した結果、さらに JR との所要時間差が拡大している。神戸三宮三洋スマ間の停車駅数は、標準停車駅タイプで JR 神戸線三宮駅スマ駅間、各駅停車の停車駅数と、同数、神戸三宮板宿間各駅停車型では、それよりも多くなっており、 主要駅間の所要時間では JR 利用に劣る。運賃面でも阪神神戸高速線の運賃も加算されることから、区間によっては割高となり、直通特急の設定以前から不利な状況にあった。梅田産業姫時間前線を乗車した場合の、普通運賃は JR よりも210円、安い1280円、JR では、 大阪姫路間の普通運賃は1490円であるが、JR 利用の場合でも大阪元町間は、昼間特割切符、昼特使用し、元町園は乗り越し生産をすれば逆に、JR の方が運賃は安くなる。大阪元町間の昼特は1枚あたり270円。元町姫路間は普通運賃が970円で、合計1240円。 これらの不利な要因は、直通特急の設定後も、基本的には変わっていないことから、直通特急停車駅の内舞子公園駅、山陽垂水駅、山陽スマ駅などの JR の各駅、順に舞子駅、垂水駅、スマ駅に隣接する駅では、三宮、や梅田に向かう場合は、JR の利便性が勝るという状況にある。これに対して、その他の停車駅や、 環急接続によって利用する中間駅の利用者については、優等列車の直通先が拡大したことで、利便性が大きく向上しており、また、阪神甲子園球場へ、スマウラ公園異性からも乗り換えなしで行けるようになるなどの利便性向上効果もある。2009年3月の阪神南波線開通以降は、天ヶ崎駅で同線とも接続することとなり、利便性がさらに向上している。 阪神、山陽が臨時に運行しているイベント列車として、阪神甲子園球場にて、阪神タイガース主催の公式戦が行われる際に運行される山陽、阪神タイガース号がある。上述の通り、阪神甲子園球場にて、阪神タイガース主催の公式戦が行われる日に、梅田もしくは山陽姫路から甲子園行きのみとしに、数回運行される。 一回だけの年もあれば、2003年には4回運行されたこともある。ちなみに2003年の4回目の運行は9月15日で、その日はタイガースが18年ぶりのリーグ優勝を果たした日でもある。初運行は1998年6月13日、対広島線となる予定だったが、運転中止となり、結局この年は運行されなかった。よって、 実質的な初運行は1999年4月24日、タイヤクルト線となった。これまでに21回企画されたが、うち3回は、雨天中止となった。特に1998年と2008年には一度も運行されなかった。乗車にははがきによる事前申し込みが必要で、応募多数の場合抽選となる。参加費は都市と出発地。 山陽姫路発の列車は乗車駅を山陽姫路と山陽明石から選ぶことができるにより変動するが甲子園までの往復割引乗車券と観戦券、タイガースグッズがセットされる。また、これとはまた別に定期列車利用で甲子園までの乗車券と観戦券のセットも発売される。入選する際には阪神タイガースの歌を 社外スピーカーから流すのが恒例となっている。阪神が臨時に運行しているイベント列車として、下りのみ、梅田駅手柄駅間を運行する、張馬坂倉ライナーがある。2月下旬から3月上旬の日曜日、年によっては土曜日、日曜日の2日間運行されたこともあるに、運行される。梅田駅手柄駅間の定期列車の対比を除き、無停車で運行される。これは、 工場見学ツアーであり、団体列車になるためだが、企画協力会社として、共同運行会社である、山陽電気鉄道、神戸高速鉄道も上がっている。タイガース号と同様に乗車にはハガキによる、事前申し込みが必要で、応募多数の場合抽選となる。参加費は5000円。酒造会社見学であることから、未成年の応募はできない。 手柄駅から歩いて五分のところにある、名だきくざけ作りの訪問と酒蔵の見学がある時になるが、付随的に聞き酒をしたり、地元の名産品が供される。また、車内では、ゲーム等が行われる。運行当初より2005年までは、山陽の車両が用いられていたが、2006年より、阪神の車両が用いられるようになった。本列車運行開始後、 阪神と山陽共同でフリーペーパー沿線情報誌シーサイドエクスプレスが発行されるようになった。2009年の阪神南波線開通後は近畿日本鉄道を加えて近鉄奈良から山陽姫路までをカバーするシーサイドエクスプレスイーストウエストに開台されている。この冊子には直通特急と 快速急行の全列車の時刻表が掲載されており、どの鉄道会社の車両を使用するかもわかるようになっている。ただし、車両系列までは固定されないので、使用する車両系列は記載されていない。2011年以降は、シーサイドエクスプレスイーストウエストの発行自体が中止されているが、代わりに、 山陽電鉄のホームページに使用車両も記載された直通特急のダイヤが公開されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。